あいつとの偽りの関係も、いじめられていたことも、俺は全部知っている。その気になれば、いつでも暴露できるってことだ。何？お前は二度といじめられないよう、過去を隠し、誰かに寄生する道を選んだ。だが結局は。体が目当てなわけ。それも悪くないかもな。股を開け。私は認めない。あんたなんかにいじめられてるわけじゃない。ただ弱みを握られてむちゃくちゃされてるだけ。抵抗しないんだな。ねえ、あんた知ってる？自分の力でどうしようもない現実を突きつけられた時、人はどうするか。抵抗を諦めんのよ。ああ、私は捕食される。ただそう無機質に考える。泣き叫びも暴れもせず、ただただ受け入れる。お前の受けた本当の痛みは何だ？異常な怯え方。体さえ明け渡すほどの、もっと決定的な何かを隠してるんじゃないのか？これか、お前の闇は。